でも夜が来たならダンスパーティーに行く。毎晩どこかへ踊りに行く。やめられないの。天国へ行っても泣いたりなんかしないわ。私流に弔うの。毎晩どこかへ踊りに行く。やめられないの。生きて愛し夢に溶ける。流れる血にシャンパン、髪にバラを刺して。私は11年前の10歳の時にこの作品を見ていました。でその時はまさか将来自分が、コンスタンツェを演じるとは思ってもいなくて、まあ、アマデをやりたいななんて思っていた年頃なのでそうなんです。なのであの時の自分に言ったら、もし今告げたら本当にびっくりすると思います。でこうオーディションの時もちょっとこう自分とはタイプが違うんじゃないかと思って、まあ、それでも自分なりにできる限り精一杯やらせていただいたんですけど、それぐらい自分でもお客様にとっても今までこう演じてきた役だったり自分のこう普段の感じだったりから想像できない現段階なんじゃないかなと思います。ですが、まあ、こうして選んでいただいたので、しっかり自分にしかできないコンスタンツェを探し出して、皆さんと協力していい作品をお届けできるように精一杯努めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。生田さん、ありがとうございます。コンスタンツェは悪妻と呼ばれてはいるんですけれど、悪いところっていうよりかは妻として女性としての葛藤だったり人間らしい感情を大切に、したいなと思います。そして何よりもこの作品は本当にモーツァルトの生き様そのものがもう見どころだと思っているので、そこに寄り添ったりぶつかったり妻としてできるように頑張れたらと、なんか愛する気持ちを第一に頑張れたらと思っています。